はい、どうも今日も始まります、松尾修造のこれ知ってます、今日のこれ知ってますはですね、この前新聞の取りました知的障害者に好評のですね、全身麻酔の、歯科治療という歯医者さんですね、という記事が載っておりました。この知的障害者っていう、歯の治療ってなかなか難しいらしいんですね。そういうふうな、例えばここに書いてあるんですけども、障害者専門の、京都に歯科サービスセンターというところがあるらしいんですけども、まあ、一般の方よりその知的障害者の方というのはですね、非常にストレスを感じてですね、通院しにくい方が多いそうなんですけども、まあ、全身麻酔をしてですね、治療するということで、まあ、受け入れ患者も限られてはいるんですけども、非常に知的障害者の方や自閉症の方などに雇用いただいていると。その、まあ、やっぱりどうしても、普通で歯を見るだけでもその障害を持っているので、見れない、よく見れないということで、これ非常に、いい、こういう知的障害者で専用の、歯医者があるんだなということで、私紹介させました。また、ホームページの方に、アドレスとか書かせていただきますんで、私 の、 あの知り合いの方が、引きこもりのフリースクールなんかをされておりますので、よかったら、そういうご相談ございましたら、何なりと、申し付けください。松尾修造のこれ知ってますでした。ありがとうございました。失礼します。